話かな。でも一回そのゲーム会があったんだけど、ファンの人が7人の限定のまあゲーム会で人狼やったんですけど、めちゃめちゃ私ガチで弱かったからね。もうねすぐなんか、うん、いやじゃあもうね、預言者まあ占い師が私のことを占うじゃないですか。そりゃ私のこと絶対で、私人狼だったので、も絶対私のこと占ったやんと思って、僕何どうしようかなと思って、私がさあカミングアウト占い師ですっていうのを言おうかなと思ったけど、ちょっともう一人の子はどうやって人狼をやるのかちょっと見てみたくて手出さなかったんですよ私が。でそれで、えじゃあ役職ある人いるみたいな話をしたんだけど、誰も手挙げなくて、でまあさあ預言者一人だけ手挙げて、で、あじゃあ預言者なのか、じゃあもうこの人は預言者だねみたいななって、誰も他に出てこないからみたいな、そんでほんでからそこからで、じゃあ誰占ったのって私が聞いたのね。でももう絶対私のこと占ったの知ってるから、で私これ人狼だって言われるなって思ったんだけど、もうそこに逃げ道はなくて、誰占ったのって聞いたら、これは言っていいんかなみたいな言って、いやもうこれはあんま言っていいよみたいな、でミュウミュウで、じゃあ私と何だった、人狼、あ私人狼嘘みたいな、マジで逃げ道なかった、本当になさすぎてびっくりした、あれは。もうね、本当占い師が一人も出てない、一人もっていうかもう一人出てたらまだしのげてた、私がねこう、あ占い師ですって言って、で私が多分もう占われたってのさ知ってたから、なガサガサしてたの、そのなんかこうやってこう目つぶってやるやつだったからね。でそれで、まあ、隣だったんだけど隣の人に、この人人狼でしたって、私が先に言ってればもしかしたらいけたかもしれないし、じゃなくて普通に私は違う人を当てて、それかもう一人の人狼の人を人狼、この人人狼でしたって本当のことを言ったりとかしてもよかった。だから私が本当にもうちょっとちゃんと立ち回りできてたらなと思って、私があの時占い師って言っとけばあれです、たらればオーマイガーです。はい、でもめちゃめちゃなんか本当人狼私好きなんで、人狼は楽しいなって思います。オーマイガー、だってだってあなたがいた、片思い中よりによってこんな状況で、だってだって女の子だもん、可愛い私で会いたかったのに。 D さん、ふとしさん、ハートありがとうございます。急にカクカクしちゃう、マジなんでだろう。あ、マヨいる、ミミ、はい、そっちは大丈夫ですか、そっちに集中してください、私は大丈夫よ、もう何も言わないよ。アンドロイド忘れてた。
37分くらいからでもいいかな。え、いいのに全然。もうそんな気使わせてしまった。ごめん。キンジさんかわいい、ありがとうございます。ポタリュン、ありがとう。ポートからお帰りなさいませ。めっちゃ今えって思ったの、私こっちの話だ、こっちの話ね。めちゃめちゃごめん、なんでもない37分間から 次の枠らしい。ああ、そういうこと、了解です。次の枠でやるってことね。え、なんかもうなんか申し訳ない、本当になんかそんな私がわがまま言ってね、なんか私がその今イベント中だしさ、イベント中に出るのもなって思ったし、罪悪感、罪悪感、罪悪感で合ってるのかな、分かんない。うん、やばい、なんか言わなきゃよかったと思うよね。たられば使いたがりみたいになったけど、合ってるのか分かんないし、しかも意味たられば、人生たらればの連続。そうよね、やっぱみんなも思うよね、あの時にああしてればよかったなって。やっぱ上司とかに怒られた時にさ、あの時あれやっとけばよかったって思ったりさするじゃん。彼氏に振られた時とかさちょっと分からんけど、みんなのたらればが、レバニラがニアレバ一緒だけど、たらたらがのぞみんごさん、ハートありがとうございます。テスト、そう、テストの時とか、あの時もうちょっと勉強集中しとけばよかった、勉強もうちょっとしとけばよかったとか、あの時寝ないでちゃんと授業を聞いてればよかったとかね。ドラマ見てた、私一切見てない諦めなってね、本当に全然。そうなんや、前はイベント中だから、 そこがね。そうなの、気にらめっちゃ食べたい、私も気にら、気にら醤油、ん気にら醤油漬け卵かけご飯、え、合ってるっけ。めっちゃ食べたいそれ、本当に。天丼、天丼食べたい、天丼、天丼、天丼、天神、天神、天神。落ちただけだ、可愛いっす、ありがとう、しゅうさんマジで食べたい、私食べたことないもん、瓦そばっていうもの。うわー、マジで食べてみたい。あれでしょ、なんか鉄板みたいな鉄板で焼くそばみたいな、焼きそばみたいな、茶そばだけど、茶そばで、まあ、焼きそばみたいないや味付け全然違うけどね、多分。いや美味しいでしょ絶対、あんなに。だってもう有名になるぐらいだから絶対美味しい。あ、ホットプレート、すいません、ホットプレートです。瓦、やっぱ瓦で食べるのを食べてみたいよね。ほんとほんと、ありがとうございます。やっぱしお肉でした、あ、もう肉しか買ったんですけどね
でもそば食べたいな。そういや最近そば食べてないね。食べたいそば。茶そばがでも家にあった気がする。作れるんじゃねワンちゃん作れるんじゃねみたいな。味付け全然知らんけど。ペヤング焼きそばうまいそれはそう大好き。やっぱ焼きそば美味しいよね。カップ焼きそばってほんまに美味しい。なんでだろうね。あー恥ずかしいそば食べてたねそいや食べてたね朝飯そばだったもんね。なんかそばだったねあーそいやそんな時もあったな。そんなこともあらな。そうめんもいいね。なんか今年そうめんも食べてないし冷やし中華も食べてないし、まあ、まだ夏始まったばっかだしね。これからよね。まだなんか梅雨気味だし非常食いっぱい買っときな。いやほんとねそうなんだよ。非常食って何非常食って例えばって何。いや非常食っていう非常食って言ったらもう乾パンとかなってくるけど、そういうのじゃなくてなんかあるじゃん、なんかあるじゃん、なんかあるじゃん。始めました。僕の太陽、太陽は何度も夢を見る。雨雲にもし覆われたて。合ってる歌詞宇宙食を食べてる YouTube を見て、あ宇宙食って美味しいんだと思って、なんか美味しいって言ってて人がいてへーってなったちょ気になった。めっちゃ今日もスモークタン食べたい。おでもスモークタン以外のやつも食べたいなと思う。なんだっけペッパービーフとかもあるじゃん。あれちょっと食べて。みゆみゆのカヌレ食べたい。待ってカヌレ作ったことないけどびっくり全然作るよ。もうぬしーくんのためならもういくらでもカヌレ作っちゃうよ。私作ったことないけど作れる気がする。食のことは、ま、任せて。ここで私ここ扉開いた瞬間お母さん映るよこれ。お母さん帰ってきた。のぞみお子さんハートありがとうございます。ちょっとこの辺にいようかな。スモークタン一緒あ買って、あ本当買ってきたの。でも明日朝食べる。朝配信で、しんちゃんごめんなさいあ、そうなんや。スモークタンとペッパービーフスパービーフ何それがね、そういう並んでるよね隣にね。ちんちゃんおかえりだって。聞こえた今。あ、はいって言ってたよ今。Dさんハートありがとうございます。わかる。 TikTok で
んでしょうか。あ、いらないよ。違うってこれママ。え？充電もできるやつだって言ったじゃん。あるよあれ。ちょママにね買い物頼んだんですよ。全然違うの買ってきてた。学校違うよって話をしました。これじゃないってっていう、あのイヤホンもさせて充電もできるやつ、なんかこんなちっちゃいやつがあるんだけど、それを欲しくて私は、そしたらイヤホンジャックを買ってきたんだけど、ママが「いやこれじゃないよママ」って言ってた。あ、こういうの、こういうの、こういうイヤホンもさせて充電もできるやつを欲しかったんだけど、これ全部壊れてるからさ、私が思ってるの。いや、怒ってないけど、怒ってないよ。あー、違うよ。イチャモンつけてました今。買ってきてくれたのにね。あの、あとあれ買ってきてくれた、もうめちゃめちゃボロボロなんです私の画面が、なんでフィルムを買ってきてくれました。フィルムがめちゃめちゃ本当にもう今ボロボロなんで、ボロボロなボロ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 ちゃんなんで、そうね、頼んだ時が外だったんだよね、外で頼んだからね写真撮れなかったんだよ。口でというか、まあ LINE でしか説明できない。変えようかな今来ますね、これを剥がさないといけないから、剥がれました、見てボロボロです。よくこの状態で頑張ったね、ボロボロさん。今やりますね。よいしょ。ちょっとティッシュ一回拭きます。あや。お掃除タイム。掃除タイム。お掃除タイム。お掃除タイム。あれどこやったっけ私、あれ、おあった、これを、え、これ、あ、あ、そういうこと、これを剥がしてこう貼るのね。うわ、こんな感じ？むず。空気入るだろうね。まあ大丈夫だよ。いいよいいよ。いきまーす。
もなんか空気入ってんな入ってんのか入ってないのかちょっとよくわかんない。あれここの割れてんのってもしかして、え本体が割れてたああめっちゃ空気入ってる、めっちゃ空気入ってる、ここ、この辺、この辺めっちゃ空気入ってる。もうブロックス、ブロックボタン押してた今な、なやめて、ブロックさせて、ブロックしないで、この傷本体だったんだ、マジ絶対本体じゃないとか思ってたのに。これでどう、お、いいんじゃない。え、なんかこの後半らへんがさめっちゃバキバキなんだけど本体が割れてるのでこれ無理ですね。来ました、行きました、行けたよ、サラサラだ今回の、サラサラです、買いました。え、マジか、え、マジか、このシー本体だったんだ、割れてんの。フィルムだけかと思ったのに悲しいな。ほらめっちゃポロポロでしょこれ。オッケー、帰れました、いいんじゃない。もうまたバキバキになって機種変しないといけなくなる。あ、待って、今何分、うん、あともうちょっとじゃんえ、ほんまに、ほんまにするの、ほんまに私も絶対もうしないと思ってたけど、もう一個ね、私 iPhone 欲しい、 iPhone じゃない、 iPhone じゃなくてもいい、携帯が欲しい。やっぱな、やっぱな配信の配信中にやっぱ七並べとかもできるし、なんかいろいろできるじゃないですか配信中に。え、 iPad、 うーん、まあそうだね、 iPad もいいけど普通にもう一個欲しい。前のやつ、前のやつもバッキバキやあるけど見る。あ、待って、ちょっと待って、あ、来てる、行きます。またあのコラボ配信参加します。